人たちを今日は実際におかしいことが宣言されました。この世の考え方によるとおかしい、もう考えられないぐらい、もう愚かなことが現れていました。このヤマメは乏しい中から、すみません、ちょっと私たちは、それはね、慣れていますね、福音を聞くの、福音を聞くのをものすごく慣れてて、もう多分言葉一つ一つの言葉が私たちにこだましない、ピンと来ないかもわからない、もう訴えないかもわからない。繰り返します、乏しい中からすべて生活費を捧げた、納めた。ちょっとそしたら死ぬ、あり余る中から捧げる、納めるのは当たり前じゃない。もう私が生きる必要があるでしょ。私も死ぬこと考えられない。しかも、神との関係、宿敵な神との関係は、もう神が私の死を望んでいないでしょ。だから、乏しい中からもう終わり。与えたら、賽銭箱に入れたらもう終わりです。もう本当に終わりですよ。ですから、大きな矛盾が出てきますね。この人は分かりにくい、ありえないことをしました。これはキリスト者のイメージです。これこそ、この人こそはキリスト者のイメージです。神の愛が全てを支配する。言葉、行い、考え、識別、全て神の愛に基づいたもの。神の愛から来るものですよ。この愛が全てを満たす。限りのない愛であるから全てを、その限りのない、慈しみ、憐れみ、忍耐、喜び、平和で満たす。わかる？ですから、教会に入っている、教会と共に歩んでいる方々は、自分を与えることができます。未亡人であるから、未亡人であるということをわきまえるから、教会の中に、長い歩みを通して、御言葉を聞くことによって、秘籍に参加することによって、神の愛をいただくことによって、経験することによって、そして、基本的に、その毎日毎日の歴史を通して、砕かれて、減り下らせて、もう、その一つ一つの支えが砕かれるということによって、キリスト者は、私は未亡人です。未亡人には、自分の半分がいない、ということでしょう。自分の肉の肉、骨の骨、体の体、自分のものがないと。だから完成されていない、もう不完全なもの、乏しいもの。そうです。その通り。けど、今日はもう一つのことを神が私たちに伝えてくださる。今朝私はそれを調べた時にはもう考えられないぐらいの喜びで爆発したぐらい喜んで、なぜ日本人であるということは何ですか、いつ未亡人となったか、それは大切な質問です。主人が、花婿が自分の命を捧げた時、この未亡人が一つのことを分かっていた。未亡人になった理由は、クリストご自身が、彼女の花婿であるクリストが、彼女を負えない愛を持って愛して、死ぬまで彼女を愛したから、彼女が未亡人となった。主人が、花婿が彼女を愛したので、死に至るまで愛していたので、彼女が未亡人となった。彼女のために死んだから、彼女が未亡人となった。わかる？あ、ここでは、もう一方では、矛盾と思う、その、一番最初の話でしょ、矛盾でしょ。乏しい中から全て与えた、全て、考えられないことない。愛で満たされていた。この未亡人。愛で満たされていたから、この二枚、このコインの二枚を与えることができた。だけではなく、与えることができただけではなく、与えるべきでした。自然に与えた。わざわざ神殿に入った。そのために、つまりクリストと共に自分のすべてを与えるため。この乏しさは、
彼女の特別な素晴らしい状態です。どうしてこのモナーキーさ、この空っぽ、この、足りなさは、キリストの愛で満たされています。キリストの愛の結果です。私たちの乏しさは、すべての人々の乏しさは、虚しさなど、その死と言いましょうか、霊的な死は、罪の結果です。その通り。けど、その罪の結果は、キリストを迎えた。私たちの罪は、キリストを殺した。だから、キリストの愛、キリストとその愛は、私たちの死に入りました。私たちの死を満たしたという意味かな。わかる。私たちの乏しさを満たした。乏しいであるのは、その未亡人という状態は、やっぱり、キリストが私のために死んで、ここにいないという、という結果ですよ。キリストが私を愛していたから、キリストが私を愛していたから、私が未亡人となっています。だから幸いなことです。なんとか幸いなことです。未亡人になること。未亡人であるということを分かるのは、なんと素晴らしい、なんと幸いなことですか。考えられないぐらい。だから、この二枚のコイン、何ですか？自分とクリスト。その二人は一体となり、同じ捧げ物に捧げます。同じ場所、その、神殿の一番大切な、その宝物のところに入れる。つまり、十字架に、キリストと共に貼り付けられること。だから私たちが、キリスト者になるのが、そのためです。キリスト者は何ですか？未亡人。そして未亡人は何ですか？この世のためには、つまり臓器、藩の印、無常の印。もちろん、弱いである、罪人である、乏しいである、何にもない、何にもない、支えがない。この世ではもう何も守る必要がないという、その状態、その態度を持って、すべてを与える。何にも感じない。未亡人。何も感じないからこそ、キリストがあなたのすべてとなる。キリスト者は愛している。愛することはできる。自分のすべてを与えることはできる。その乏しい中からすべてを与える。どうして？そのすべてはキリストです。